はい、ということで始まりました、はい、ね、先々週ね、うん、実はミュージックボックス、はい、500回記念だったんですよ、はい、もう小野田さんがですね、うん、お越しいただけるんじゃないかなと首を、ね、ごめんなさいね、長くしちゃってたんですよね。ごめんなさいね、うん、ごめんなさいね、もう多分、はい、どっか雪国に出張に行ってたんちゃうかなということでね、はい、うん、その時にほら、天の声さんがですね、うん、いろんなこう資料を出していただいて、うん、今までですね、第1回からで、はい、第1回が、うん、第1回が2006年の4月の19日、あ、19日だった特の日ね、あ、特の日ね、はい、いうことですからね、うん、まあ、まあ今年もね、うん、この4月になればですね、丸 10年ということになるわけでございますね、はい、そういうことですね、はい、まあまあ切りのいいところで500回記念ということですね、資料を出していただいてあまりにもですね、うんうん、出演者がもう本当たくさんの方、そうですね、いろんな方がお見えになりましたよ ねスーパー高校生もいたね、あ、はい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 、はい、うん、その私の名前がね、うん、この2006年4月の、うん、まあ、2人目のところに小野田悟さんって書いてあって、はいはい、それはね確かにね、うん、覚えてますよ、最初ゲスト扱いで呼んでもらって次の週から入ったって覚えがありますね、うん、なかなかこの人はですね語りがいいねとかねMC 向きだねとかね、そんなんだった、10年前ですよね10年前か、あ、30代の後半だったんですね、40代じゃなかった、いやいや10年前だったら、うん、3、まあまあまあもうもういいんですけどねはい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 、9とかですね、うん、そう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 でもね、うん、確かにね、うん、まあ僕なんかも徳さんなんかもそうですけど、はい、もうある程度こうサラリーマンでこう年齢がいってたりするんですけど、うんうんうん、ものすごい若い子とかも結構来てるじゃないですか、そう、でその子たちがどんな風になったのかなっていうのはすごくね興味はありますけどね、うん、ですよね、うん、当初出てくれてたのね、うん、HT 子ちゃんね、あ、はい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 、はい、そう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 、ね、うん、今この方ですよね、 HT 子ちゃんね、うん、もうだって、うん、いくつになるんだろうって怒られちゃうけど、だって、うん、女性だから、あの時に中学生、うん、あ、そうですね、だったかな、ですよね、はいはい、ですよね、うん、うん、ねえ、すごいギターうまくてさ、上手でしたよね、もうそのすごいね、非常にこう感情を込めた歌をね、うん、うん、僕最近全然もうちょっとお会いしたことがないので分かんないですけど、全然ない、分かんないよ、全然、あ、そうですか、ブルースでってありますね、うん、あ、そうなの、はい、へえ、いわゆるブルースで頑張って、あ、そうなんだ、はい、そう、うーん、だ、彼女の中にはブルースなんだろうね、きっと。そうですね。ね、うん、いい曲作ってたもんね。うん、なるほどな。だとか、うんうん、いろんなちょっとチラチラと気になる人、ね、誰かいる？例えばあのね、うん、最近僕ちょっとなかなかお会いできてないあの松下雄一くん。はい、雄一くん、はい、うん、結構ね QQ ライブの前半とかよくこう、はいはいはい、ご一緒させてもらってたんですけど、まあ最初の方にこうお名前がポンと出てきたんですけどね、うん、頑張ってるんですよね。頑張ってるよ、うん、僕なかなかちょっとお会いできなくて。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。だから、うん、お仕事もねなかなか大変だし、うんうん、はい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 、うん、なかなかこうきっちりとお休みできるようなね、うん、お仕事じゃなくて本当にいいお仕事をされてますんでね、某病院、はいはい、ね、うんうん、お勤めになられてるんですね、あの1年に1回ぐらい、うんうん、そこの病院のですね、はいはい、のコンサート軽音楽っていうのがありまして、あ、そうなの、はい、へえ、文芸会館でね、うんうんうん、されてたりとかしますね、はいはい、うんうん、はい、へえ、うん、まあ僕たちほら知ってる、はいはい、ね、うん、子も同じ病院、うん、あ、はあ、ははあ、あ、ね、そうなんですか。そうそうそう。なんかこれ誰にしか分かんない話だよこれね。そうなんだけど。何言ってんだあの親父同士はってね。あれですね、ミュージシャンっていうのはこう、うん、意外とこう近いところにこう接点があったりするんですね。あるんだよね。なるほどな。うんうんうん、でね、うん、この2006年の10月に、はい、マーレツステーションの館長さんがお見えになってるんですよね、はいはいはい、で僕これ覚えてるんですけど、すごく2006年、その前2006年10月で10年、この頃はまだ多分マーガレットステーションでは、うん、救急ライブってやってないですかね。2006年やったら、やって
てるから来てもらったんですか。そうだったのかな。やり始めた頃ぐらいですかね、うん、なんかちょっと覚えてるな、なんとなく、うん、あの、うん、館長さん呼んだら、うん、って僕がボロボロって言って実現したっていう記憶があるんですけど、すごいあの僕なんかからするとそのアマチュアミュージシャンのステージの場をね、うん、すごくこう提供してくれて方のお一人で、そうですよね、おかげさまですごいこう楽しませてもらってるんですけど、アマチュアバンドコンサートのいつも常年でね、そうですね、ずっとやらせてもらってもうねお見えになってるので、まあそういう意味ではもちろんそのライブハウスであるとかね、そういったこうあの音楽の場所を提供していただくこともですね、去年もですねロッキーのマスターも起こして、あ、はいはいはい、あ、ね、え、まさかお見えになったんですか。あれ僕じゃちょうどいなかったんだな。あ、そうですか。北海道にいたでしょ。あいや、それは知りませんけど、あ、マスターお見えになったんですか、うん、あら、まあそうでしたか。そう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 、なんか歌歌ってもらえるかな思ったらあの朗読が趣味ですとか言ってですね、朗読をちょっと一節ね、あの聞かせていただいてですね。そうなんですか、はい、もうミュージックボックスは幅広いね。あ、幅広いですね、はい、まあまあそんなこんなでですね、はい、本当このね、はい、それぞれの、ね、方もですね、うん、いろんな方こうご紹介、ね、うん、はいはい、再度していきたいと思うんですけども、うんうんうん、多分これ5時間番組ぐらいになっちゃうから、はい、そうです ね、この辺でちょっとあの、はい、小野田さんの曲をさ、はいはい、1曲消してもらえたら、そうですね、季節をちょっと見てこの曲を選びました、うんうん、小野田悟で下半分の三日月。昼まで降った雪が道の脇に残ってる。橋の上は凍りやすくて、思わず僕は眉を潜めた。消えた窓ガラスに揺れる街灯の明かりを横目に僕は車を走らせてる。君に会うため左にカーブ曲がって、ただひたすら南へと下半分の月が笑ってる。僕を見下ろして笑って、二人だけの時はゆっくりと流れて、今二つの孤独が新しく動き始めた。
春になったら会おうねと、君は毎日語りかけてる、強く舞い上がる風が足音を立てて、そこまでやってきてる。いつもより少し明るい空に今日も浮かんでる。下半分の月は笑ってる、僕を追いかけて笑ってる。踏切渡って大きく曲がると正面に待ってる。下半分の月が笑う。小野田さんこの曲は名曲、はい、この曲もだ。あ、そう？名曲ですよね。もう古いんですよ。うん、ギターテクニックをこれでもかっていう感じでね。こんなことはないでしょ。こう見せていただける。こんなことはないですけどね。いや本当ね。いや、うん、あの指弾きはすごくこう、参考になるっていうか。あ、そうなんですか。うん。うん、だから、うん、こう何ステージの前まで行って近くでね、うん、どんな風に弾いてんだろうなんてこうね、あの気になる曲ですしね。うん、まあまあ下半分の三日月もね、うん、こうあのご出産を控えた、そうそうそう、ね、うん、3月ぐらいに作った曲ですよね。ですよね、うんうん、だからもうそれこそこのラジオの始まるずっと前に、うん、作った曲で、何回も何回もここで流してもらって多分聴いてもらってると思うんですけど、ライブの時も結構歌っててくれてね。そうですね、うんうん、どこかでこう自分の中、うん、音楽の、ね、活動の中ではどっかで引っかかる一曲だったりしますけどね。ですよね、うん、だから一番最初だから小野田さんとお出会いしたのは2003年ぐらいだと思うんだけども、うんうんうん、その時の妖怪週刊ライブ、そうだね、あの頃多分歌ってるんですよ、うん、ちょうど、うんうん、タイミング的には、うん、あの時は金曜ライブっていうか妖怪週刊のね、そうですね、あの金曜ライブの時代ですね。ですね、うんうん、その時に出会って、その後ほらロッキーさんにねこう出演いただいたりとか、うん、そうですね、する時もね歌ってくれたりとかね、そうですね、歌ってましたね、うん、はいはい、その頃のさ、はいはい、人たち、このゲスト、うん、ほんとたくさんね、ゲストさんね、たくさんいらっしゃってるので、うん、非常にあれなんですけどもね、そうですね、どんな方をご紹介したらあれかな、ちらっとさっきもお話をしたね、うんうんうん、親子で、親子で、ああ、うん、お母さんと、はい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 、みっちゃんだ、うん、当時ちっちゃかったさよちゃん、あのさよちゃん、うん、ねえ、うん、ここにも来てくれていて、そう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 、これさよちゃんってゲストになってるんで、お母さんは多分お付きでただ来たんですね。お母さん、ゲストさよちゃん、ゲストはさよちゃんなんで、ああ、うん、そうかそうかそうか、きっとお母さんは保護者、保護者として、もう保護者が必要なね、うんうん、年齢だったんですよね。ですよね。ね、今もきっとね、ご立派な年齢に、ね、お姉さんになってると思うんですけど、うん、これがね、2009年でしたから。
高校は卒業されて大学生ぐらいになられてんのかな、うん、ちょうど7年前ですね。2009年の2月にお見えいただいてますからね。7年も経つんだ。まあ、僕らの7年はね、あんまりあれですけど、この頃の女性の7年だとギュッとこう。でも多分さえちゃんだったら今道で出会っても分かると思う、うん、どうだろう、俺分かんないかもしれないな。そうかな、うん、どうだろうな。なんか演奏してるステージの上を見てみたい気もしますけどね。はい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 、ね、どうなんだろうな。だってあの頃さ、うん、はいはい、あそこの近江八幡のさ、うん、あのハーモニーで、うん、ライブの時に、はいはい、徳さん徳さんギターちょっと、うん、手伝ってよって言われて練習したことあるんだよね。はい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 、うん、なんとなく覚えた。だからお母さんのみっちょんさんが今日は、うん、親子孫3世代でお届けしまして、うん言われてね、うん、これね、うん、その今さよちゃんが一人で来てくれたのが2009年の2月で、うんうん、その年のね、うん、10月に、うん、半年後ですね、うんうん、みっちょん&さよでやっぱ母さん出たくなったんですね。あきっと、ね、母さんも出たくて、そうそうそう、呼びなさいよと。なるほどね、そうきたかきっと、うん、きっとそんな感じだったんでしょうね。なるほど、うん、で、うん、2009年の12月に、うんうん、私の、はい、そのなんかレコ発特集っていうのがあるんですよ。はい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 、はい、でおそらく、うん、この2009年の12月に、うん、私と、うん、徳さんのお誕生日、うん、ライブを、うん、近江八幡のハーモニーでやったんじゃない？きっと。あ、お誕生日じゃないでしょ。小野田さんは、うん、僕はこのレコ発で、レコ発、うん、で徳さんはその日が還暦やった。還暦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 祝いのライブをあったね。あった。したのがたまたま土曜日だったんだよ。うん、ここですよ、ね、うん、そうですよ。僕あの時に引っ掛けてもらって、はい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 、あれを僕は、はいはい、僕にとってはレコ発にさせてもらって、2009 年の12月になってますわ。あ、うん、60か。そうそうそう、だから徳さんの、ね、そ還暦祝いライブですわ。はい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 、うん、あれから6年近く経つわけだ、うん。あ、思い出しますね。そういう年齢に流れたんですね。ね、いやもうその説は本当にありがとうございました。もうサイモンさんもですね、うん、ハッピーバースデー、はい、徳さん、うん、徳さんのハッピーバースデーって、うん、バースデーソングを、ね、久しぶりに作ったんだよね、あの曲 ね。そうなんですよ、ね、作っていただいて、この間ね、あれをね、うん、歌ってんの、この間あれのね、うん、詩を書いてね、うん、ロッキーのマスターそうそう、うん、それはそれはロッキーで、そうですか、はい、児童さんおめでとうってやってね、徳さんね、はい、歌詞考えてんだけどって言うてね、電話かけてきはんだけどね結局全部僕が作ったんですよ。それは徳さんも一緒にステージにで歌ったわけ？ステージっていうかね、まあ、いきなりのね、うん、いきなりのセッティングでね、そうそう、僕がギター持って上がって、はいはいはい、突然歌い出すというなんですけど、徳さんが言い出しっぺでね、今考えてるんですけど言ってね、電話してきはってね、結局全部僕が作ったそんなネタバラシですか、マスター苦笑いしてますよ。でもほらその頃もさ、うん、その時も、うん、結構バンド編成で、うん、やってた。小栗さんがベースやってくれたりとか、うん、小野田さんピアノ弾いて、僕ピアノ弾いて、ルイ君がハーモニカを吹いてくれて、うん、あ、そうそうそう、ハープ吹いてくれて、うん、で徳さんがでサイモンさんがカホンを叩いて、幸せになろうよですね。そう、あ、そう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 、で YouTube で見れるはずですよ今、うん、ね、やりましたね。いやいや本当にね、うん、もういい仲間たちだな、うん、といえばですね、土砂降りナイトっていうバンドの言い出しっぺが小野田さん、まあまあ土砂降りナイトっていう名前は僕が、ね、これでいいじゃんって言ったんですけどね、いいでしょいいでしょって言ってました。これいいでしょ、もうね、みんなに有無を言わせず、うんね、土砂降りナイト俺ねすごくね、うん、はい、嬉しかったね。 あれ楽しかったですね。楽しかった、うん、それ音源があるの？え？あるわけ？ありますよ、何回でもかけてますやん。あ、今日もあるわけ？今日もあります。あ、ちょっと僕久しぶりに実は500回にもかけました。あ、そうなの？はい、もう大変ですよ今から何がかかるの？何だったっけ？
新しい町へ。そうです。どこ、え、君を乗せて、マーガレットステーションじゃないです。じゃない？大使ホールです。大使ホールでやってんの？マーガレットステーションはあの時土砂降りやったんです。本当の土砂降りだったね。本物の土砂降りだったんですよね。小野田さんのベースのが三本になった時だよ。ね。はいはいはい。じゃあ聞いていただこうかしら。なんだい、土砂降りナイト、ナイトで新しい街へ君を乗せて。Thank you.
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社はですね、東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号を申し上げておきましょう。電話番号は0748-23-2233、 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。ね、あっという間にですね、1月がね、去ってですね、もう2月の声がね、聞こえてくる今日この頃でございますがですね、毎月第1土曜日はロッキーライブの日ということで、2月の6日の土曜日、ロッキーライブ、竜王町の山の上にございます。喫茶ロッキーの2階で行われます。夕方の6時、スタートということで、チャージの方がケーキとドリンクがついて、なんと1000円と。ね、お得でございます。出演者の予定はですね、辻舞奈さん、谷口正史さん、瀬音堂さん、藤林マーチンさんと、この4方になっております。はい、以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、次のコーナーはですね、はい、サイモンのこの曲なんですけど、はいはい、実は今日ですね、うん、この番組でも何度もかけてるんですけれども、はい、熊木あんりさんが今日お誕生日でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。熊木あんりさん、ですね、誕生日という曲が結構ね、うん、最近ね、うん、人気があるんですよ。あ、でも残念ながらその曲ちょっと僕音源を持ち合わせてないので、はい、まだいつもかけてる曲と同じ曲をかけたいと思うんですけど、ね、なるほど。誕生日ごとでしょ、誕生日の頃は、はいはい、はいはい、あれです、はい、あれですね、あれですか、あれですテレビでね、そうなんですよ、1点でやってはるんですよ、うんうんうん、またさ、はいはい、そのビデオが可愛いもんね、うん、歌詞がすごくいいんですよね、もうね、うん、赤ちゃんの子顔が出てきたりとかさ、そうそう、うんうん、あ、徳さん見てありますね見てますよ、だってほのぼのするじゃないですか、あの曲、うん、どうして今日それかけないの、僕でこれね持ってないんですよどうしてなのすいません次何かある時にはこれを用意してかけたいと思います。イエローカードだね僕はこれから熊木あんりさんのファンになったわけじゃないんです。あ、なるほどね、もともとね、なるほど、てか、今日になるからやったかな、うん、という曲がね、やっぱり声がね、好きでね、非常にね、うん、爽やかで、うん、好き通った、うん、はい、ではね、聴いていただきたいと思います、はい、熊木あんりさんで今日になるから。Radio Street 81.5 Radio Street
当にこの500回記念でね、うん、この、はい、今までのね出演いただいた方、うん、はい、本当たくさんいらっしゃるので、うん、いろんなことね、うん、こう僕たちはこうね、はい、あこの人はこうだったなあだったなとかね、うん、はい、あの頃こんなライブはね、うん、やってたねとかね、うんうんうん、まあまああのキューキューブライブそのものもね、うん、結構こうあちこちで、うん、まあ一番最初はね大正寺でこうね、はい、数年間ね、うん、やりつつの近江八幡のね、うん、ハーモニーでやりの、うんうん、はい、でまた今は近江八幡市ですけどね、うん、リーチアウトさんのやりのとか、はい、あまたもっともっとですねこの近くで、うんうん、全然ねライブハウスなんか私たち行ったことないわとね、うんうん、いう方たちにもねこう聞いていただけるようにちょうどですねあのマガレットステーションのね、はいはい、うん、布施館長さんもこのミュージックボックスをお越しいただいてましてですね、はい、うん、まあ、非常にいい、ね、気さくな館長さんでいらっしゃってですね、はい、もちろん、こうアマチュアバンドコンサートもね、うん、はい、独自でこうされてて、うんうん、音楽にも非常に理解になる方と、うん、はい、お出会いできてですね、はい、救急ライブはもうすでに17、18回ぐらいですかしらね、ああね、曲がれとはね、ね、ね、うん、さしてもらっててですね、本当そういう意味では、うん、あのそれとアクア21センターコートね、はいはいはい、そうですね、はいはいはい、もありましたね、だからそんなことで意外とこう道行く人がね、うん、こう立ち止まって聞いていただけたりとかですね、うん、まあ、非常にフリーな、うん、ライブが救急ライブで言えばね、うん、まあ、多いわけで、うんうんうん、まあ、去年の10月、ね、オープンした道の駅、はい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 、小野さんも残念ながらお仕事でお越しいただけなくて、ね、あの日はねちょっと行けなかったんですけど、11月の22日いい夫婦の日ということでですね、はい、多分ですね、はい、2人でですね、なんか美味しいもの食べに行ってたんでしょ、いやいやそうじゃないと思うね即答して申し訳ない、そうしとこうよ、いや多分そうじゃないと思うな、今絶対そうしといたら、あ大野田さんってね家庭思いのいい方なんだなって思われたのさいきなりそうじゃないそうじゃないってさもう全否定になっちゃうよね、うん、まあまあ次を楽しみにしております、なるほどね、はいはい、まあ非常にこう、うん、いい感じのね、うん、私も早速ね、はい、今年になってですね、はい、行ってきました、早い、っていうかですね、うん、ちょうどお客さんのとこ行ってですね、もうお昼ぐらいになっちゃったから、うん、どこかでこのご飯食べなきゃいけないなということで、うん、道の駅で、はいはいはい、美味しい牛丼を、あ、はい、うん、美味しいよ、あそうですか、楽しみにしてます、うん、じゃあ、はいはい、まあでも今は寒いよそれ寒いわね、 ね、でもあそこほらライブやったところ、うん、はい、完全にこう、うん、閉めるわけでしょ、うん、はい、閉めてです、あの中で、うん、こう食事されてる方もいらっしゃってね、うん、あそうなんですか、うん、はいはいはい、まあまあ、うん、もうちょっとするとね、うん、春の声が聞こえてきますんでね、もうすぐですからね、でも春はね多分ね、うん、主催者の方がですね、うん、多分無理じゃねえかとね、そうなんですか、え誰かその言ってなかったですか、天の声さんご存知じゃないですか、サイモンさんという方がですね、足回りがちょっとこう弱いわけでしょ、いや4月は大丈夫じゃないですかね あれですよね、ジャズフェスと重ならなければいいです、ね、ああそうかそうか、それがあるんだもんね、うん、そうですね、ああそう、ジャズフェスがアリーノ、ゴールデンウィークはね、ゴールデンウィークはマガレット、マガレットがアリーノと、はいはいはい、その中どんな形で織り込めるか、そうですね、重なっちゃうときついですよねきついねきついね、まあ、でも、うん、こうなんかこう春になったらね、はい、やりたいねと、春っていう話はありましたですよね、ね、はい、うん、まあ、まあそんなことでですね、うん、結構ね、うん、こう救急ライブあちこちでこうねされてるわけで、皆さんからね、うん、ご好評をいただいてですね、はい、次はいつ来てもらえるかしたいなんでね、うん、はい、こんな声をね、はい、桜の時期に合わすんですよね、そうですね、ということはジャズフェスの前あたりじゃないですかね、ああ新月の第一週ぐらいがいいね、そうですね、うん、うん、いいのいいのラジオでこう電波乗せてたらいいの、あ今回、まあ、ジャズベースは4月の後半ですよ、あそうなんですか、はい、19、20日ぐらいちょっと日が後ろの方になるので、あそうかそうか、はい、あうまくいくんじゃない、そしたらなんかね、うん、全てなんか僕たちのために回っているような
今年はそうなんですか。饒舌だな、なんか、ね、ちょっと今年はそうだよ、しかも晴れ男が言うんだから間違いないねえ、うん、なるなると、まあまあ、そんなこんなでですね、もちろん QQ ライブにしてもですね、うん、ミュージックボックスにしても、はい、アパラジオ番組でね、うん、初めの勝手に仕上がれなんて、うんうんうん、まあ、はい、何年間かね、はい、ありましたしね、はい、うん、それとたまにですけどね、うん、こうゲストでお越しいただいてるあの、はい、はじめさんがね、はいはい、うん、多分お近くのお勤めなのかしらね。そうみたいです ね、そうですか、まだぜひ来ていただきたい、うんうん、だから、ね、まあほら、片田バスで の、うんうん、店長さん、はいはいはいもですね、うん、オーナーさんですか、うん、鎌田さんもね、うん、ご一緒にこう来ていただいたりとかしてですね、まあもちろんそんな意味では、うん、ラジオにも関わりのライブにもこうね足しげく通っていただいたりとか、うん、しておりますんで、うん、ぜひですねこの辺ではじめさんの曲を、うん、はい、アナログボックスですか。アナログボックスね、はい、そうですね、はい、じゃあ聞いていただきましょう。アナログボックスでライドン。Down, 下向いてスルー、そっぽ向いて暮らしてゆくのは簡単なことだけど、泣いちゃったり笑い転げたり、スマートではないとしても心
あら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 、あっという間にね、もう1時間が過ぎようとしてる、はいうん、わけですけどね、はいはいうん、まあ本当に今こうね、救急ライブであるとか、はい、ラジオのこの歴史なんかに触れてね、はい、こう話してると、うん、ねえ、もうすぐ10年なんてのはすぐあっという間なんだよね。そうですね。だから大野田さんとかさ、うん、天の声さんなんかこう話してると全然変わんないもんね。変わらないフリーではないでしょうか。いやいや、お互いこう年取って言ってるんだけど、うんうん、いや随分小野田さん老けたねとかそういうことないもんね。まあでも老けましたよ、老けましたよってのもなんだけどね、お互いに。お互いに ね10年も経てばでも、うん、あと2年したらさ、うん、もうエトセームになっちゃうよ。あ、ね、12年ね。、はい、本当にあっという間だね、うん、はい。てかさ、やっぱりこれだけそのなんていうの、あの曲がりなりにもこう音楽をこう楽しんでる、うんうん、こう仲間たちと一緒にいれるってことは、僕にとっちゃね、うん、あのこういい、はい、いい、うん、ね、人生の、あ、うん、もう、うん、もうお釣りの人生をですね、楽しくこう生きてるわけで。お釣り、ね、お釣りってまだまだ、ね、はい、うん、あの小野さんも曲作りとかしないの？うん、いやいや、今ね、いろいろ考えてるんですよ。去年サボりましたんで、うんうんうん、結果的に、うんうん、あの私去年サボりました、うん、曲作りね、うんうん、50です。いやもう全くダメです。50さんね、今ね、狙いどころはですね、はい、オリパラ温度よ。何オリパラ温度って。いや、オリンピックとパラリンピックの、はい、ほら、うん、60年かなんかにさ、うんうん、あの東京ね、うん、オリンピック温度とかあったね、募集。あ、してんのだよ。あ、そうなの。調べてみ。あ、本当ですか。うん、多分応募するんじゃないか、小野田さんはね。そうですか。はい、と言いながらですね、来週、むちゃぶりや。来週はもうね、もうあのなっちゃうんだよね。来週はもうね、2月になっちゃうね、うん、また来週ね、はい、お目にかかりましょう、うん、さよなら、さよなら、ありがとう、バイバイ。